アメリカ政府が台湾に武器を売却する方針を明らかにしたことに対し、中国は強く反発し、軍の相互訪問の延期など対抗措置を取ることを明らかにしました。アメリカ政府が議会に通告した台湾への武器売却の内容は、パック3地対空迎撃ミサイルなどおよそ6000億円相当です。オバマ政権発足後初めての台湾に対する武器売却で、全政権の政策を継承する姿勢を示したものです。 これに対し中国政府はアメリカ大使を急遽呼び出して厳重に抗議し予定されていた軍の相互訪問の延期などを決め武器の売却に関わったアメリカ企業へ今後制裁措置を取ることも決めました抗議を受けてアメリカの国務省の当局者は武器売却は中台関係の安定化に寄与すると述べたとロイター通信が伝えています